どうもこんにちは、佐藤浩一のモノマネ、佐藤浩一2です。今回は僕が一番仲のいい芸人石井壮太郎くんがメインのおかずとして認めていない麻婆豆腐です。彼はなぜこれを認めていないのかわかりませんが、非常に美味しい麻婆豆腐食べてきました。それではどうぞ。すいません、いいランチ、はい、お願いします。
ライスを半分ほどいただきますか。ありがとうございます。いやー、今回も本当に美味しかった。ここの麻婆豆腐おすすめです。それではまた次回。